はい、ご視聴ありがとうございます。トロフィー大塚です。パオです。はい、というわけで今回はパウパーやっていきたいと思います。はい、はい、というわけでなぜパウパーを言うんですよ急にね、はい、急にパウパーっていうのは古文しか使えない構築戦のことです。はい、もともとマジックオンラインにしかなかったんですけども、まあ、この度ね、はい、ついに紙でも公式フォーマットとして認定されたので、はい、まあ、結構今熱いフォーマットの一つ、まあ、そうですね、はい、ということで今回このマジッククラブでね紹介していきたいと思います。はい、はいはい、というわけで、まあ、古文っていうと田尾くん好きな古文カードなんか渦巻く知識使えちゃうんですよね。あとね、対抗上に使える使えちゃうんですよね。そう、そう、意外とコモンカードが超パワーカードって意外とあるんだよ。モダンで使えないような、例えばカエハ、カエハもそう、そう、コモンだよ。カエハ使えたりとか、あとはコンダーとも使えるでしょ。まあ使える。あ、でもあのコンダーブレスト帝王でも使える。使える。うん、ドロソーはめっちゃ強い。そう、なんならレガシー級にあとね、稲妻とかも普通にあるし。あ、そう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 、まあ、あとそうだな、難しいな。頭蓋学校使えるんだけど、使えない。頭蓋学校頭蓋学校禁止。神話 のアーティファクト土地全部使える。あ、そうそう、アーティファクト使えるだからめちゃくちゃその神話はすごい。でもあのモダンホライズンでさ、うん、あの発掘持ちのアーティファクトなんかいる。あ、ららら、毎回土地割られるんだよねいや結構面白い。そう、モダンホライズンってかなりパウパー界にはかなり、ま、マスターズとか出るたび毎回下がれるよね。駒持ちしたカードはなんだみたいな。そう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 あれあれ、ボイスの先導が出たってもね、ミドタン系のミドタンですごい喜ばれたしみたいな感じでいろいろあるんで、というわけで、ね、今回、まあ、早速対戦していきたいと思います。では、行ってみましょう。
RPG でよくあるちょっと悪い悪役じゃないですか。やばエルクの村を焼き尽くす。でも土地が引けないんですよ。もちろんね。ミスカードミスカード、これまだここはあるのかな。はい、これはい、そしてまあ、希望はある、あると信じたい。どれだ正解2号機。あーちょっと参考下がる。2号機2号機かというのが前提、はいはい、そしてで、はい、バンガードの映像、はい、だからこいつは許してくれ。ちょっとよし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 、もうちゅっちゅっ、餅すごいよ。あーちょっとやりたい放題か。おしまい。ちょっと俺の村をちょっと全滅させなきゃ気が済まないようだな。ライフ持つかな。これでまたさ俺勝ったさすがにもう使えないとか言ってここは行きます。で、6です。はいはい、はい、クリーチャー焼いてる間に自分のライフが死んじゃう。あ、はい、2枚だった。なんか2枚で少ないなって感じるのはちょっとおかしいから。いやもうじゃあ俺はもうこいつらを犠牲にしまくるしかないクイーンを使って、はい、こちらのタップしてもう1回やる。これでライフを攻めるっていうおしまい。投げるな。いやー、そういったらいいライフを攻める。あー、やめてくれ。ちょっとつけるぐぇー 7 あと7体出せば7 7体出せばさらにライフを削っていく。お、いいのか。5大丈夫。このクリーチャー焼けなくなる。おしまい。ふぅ、とりあえずはい、いちいち格好の餌だけど。いや俺はもうこれバーンだから、バーン、ね、バーンカードだから。じゃあそんなあなたにプレゼントを差し上げよう。やろー。新人文芸人、新人文芸1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。なんでこれダブルシンボルなんだ。10点ドロイン。10点ゲイン。皆さんどう思いますか。楽しいなこのゲーム。じゃあアタックます。はい、じゃあ、新手をクリーチャーでいいですか。プレイヤーです、クリーチャーです。上映です。これがほんと強い、単身人ライガナーズライフをいくら払っても返してくれるんですわ。まあ、ライガナーズ売られます。はい、いいよね、いいじゃないですか。はい、2点ってことですか。まあね、差し出してる。完全に、しまいです。はい、そしてどんだけ買ってくる。やばいよな。じゃあ、投げてからでいいか。アタックショー、視聴者こんなの見ても困っちゃうよ。大丈夫。はい、こんな虐殺をね、視聴者載せない。閲覧注意だよ、これは。動画タイトルに閲覧注意つけなきゃ。サンマルでもう一枚いきます。セットして3号機おしまい。楽しいな。エルフの森全滅。おしまいです。
せてなんぼみたいなのがあるからね。そいつじゃないよね。黒タン相手はな、そうなってしまうよね。ヤクさんを召喚して、カバーを出して、はい、そして、クリアリアで、ヤクさんを召喚して、カバーを召喚して、で、ランドになった。はい。ペネたちがないときに、タダで入られます。はいはい、で、2枚。そして、あんなに除去したのに。で、ヤクさんを召喚して、4枚。やばいやなやつ見える。で、手使ったからおしまい。手くらっ、手フワグロ。こんなにあるのかい。かわいいでしょ。おしまいです。さあ、ここからですね、しまな、2番。はい。で、手みたいな。はい。いや、まだ消しちゃうんだ。あ、ワンタップして、はい、はい、で、で、で、これ動きが本当にすごい詐欺だよね。出だし読み。で、今まで、こう祈る。はい。して、さあになって、これタップするとエルフ分ゲイン。そうそうそう。はい。もういいか、全部いっちゃうか。いっちゃう。で、はい、して、はい、で、ゲインして、で、おしまい。あいつだけなんとかすれば、とりあえずあとは小物だ。ほんとかな。とりあえず、2ドロー。17。で、引きました。オムレッテ。オーマイガー。オムレッテ。このままカウンターをそのまま記録した、保持したまま強い、おしまいです。はい、あとね、もう違う、僕らのピッチャーは誰死んでもいい。そうですね、こいつだけでかいかもしれない。あとは一応相打ち以上。相打ちはね、相打ち以上全部またします。全部ハック8点これで1点1。はいはい、1位置はとりあえず6勝か。やばいのはどれだ。ダニア、いや、もうマナーでもな、結構あるから、原因止めるか。はい、1、2、3、4、5、7点。じゃあ、はい。で、出して、はい。そして、ね、MH25、おしまい。おしまい。はい。一発やって、ナノカード。で、ね、タックション。タック。しまなで。おぉ、お得。お得で、マイナー4周する。はい、で、まあ、じゃあこれくらいかな。はい、5点。お、まだ次のターン生きてそう。く、エンド。お、生きてる。あー、ごめん。あー、嬉しさなまり。26、はい。おしまい。となると、ライフが…でもこいつ全部殺したらいい、これ点のライフだ。そうなんだ。でも1、3だから、一応壁にはなって。これ来ましたね。え、来た。ティンバ落ちる。あーあああああ殴らないが正解だけど、殴らない正解。ティンバ落ちがいなくな…残っ…ティンバ落ち残ってれば…このターン、相手除去しないと…やばい。で、スイーザーゼリフクラッシュバック。じゃあこのエッセンスはね、おしまいです。おっ、勝てるかな、ここから。一番なる。センター今センター、オッケー。センター、ここアタックします。ブロックで、はい。対応で、ここにプラス5選手タップして、じゃあ森本さん、はい、タップして、はい、じゃあ森本、1、2、3、4、プラス5修正2回、2回プラス10、負けました。強い、そういう付け止まるのか。
あと、もう一回やったからもう一回使える。はいはいはい、そうだね。はい、というわけでパウパー対戦いかがでしたでしょうか。マクロタン対ミドタンということで、まあ、いや面白かった、面白かった。いやーもうね、ハオくん完全にエルフの村を焼く気持ちよかった、そうっすね。はい、行ってだってさ、持つすげえことだったもんね。20体くらいいたんじゃないぐらい。いやライフ持つかなと思ったけど、まあ土地引いたからちゃんと、ね、アスホテルの配慮書ね、あれが新人分だね、ブレインで10点本当にコモンと思えないほど強いね、クロタンだと。神話コモンって呼ばれてたね、うん。エルフもね、まあそんなエルフも、いやあのカードたちね、いくら除去ってもね、そうそうそう、次から次が湧いてくるみたいな。意外とね、いやクロッタンテイクラって月はかなり相性悪いかなと思ったけど、そうそうそう、意外とね、その、まあ、ライフが持たない可能性あるね、うん、結構ガチャガチャできてて、なんかすごい一人で回してすごい楽しいみたいな感じの、だからパウパーっぽくない、もう超展開だし、そうそうそう、なんかレガシーのクレードルないけど、うん、全然遜色ないぐらい動けてそう、できるできる。あとね、まあ、パウパーは、まあ普通に食えばすごい安く組める、まあ、4000円も忘れればと思うんだけどこだわってるから、まあ、結構パウパーまあまあ好きなので、まあ、僕はねフルフォイルにしちゃったり、僕はなんかベータで遊べたり、あ、そう、あとクオフォッチもさ、あれアルビアンナイトクレードであるのに、そうそうそう、わざわざアラビアンナイト版だから、あれは高いよ、一番高いやつだからそうで、こだわりも結構無難とかレガシーに比べるとそういうこだわりしやすいよね。まあそうだね、レガシーフルフォイルで組もうと思ったらね、クロワークとかにしたら結構かかるすごい高いけど、まあパウパーならまあ僕のエルフはちょっと高いけどまあね、そういう今クロタンとエルフ紹介したけども、まあ他にもいろんなデッキあるんで、ぜひぜひハレリアのデッキ検索のサイトにもね、あのパウパーの欄あるんで、ぜひ見てみてください、はい、というわけで今回のマジックパウパー会お送りいたしました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバーイ。というわけでお疲れ様でした。また次回。